はい、皆さん、こんまくり、将棋 VTuber の小坂まくりでございます。はい、隙間時間で学ぶ将棋講座の時間でございます。今回は四間飛車編のミリゲーム対策第3回目、居飛車が穴熊に組む作戦を見ていこうと思います。よろしくお願いします。それではね、今回の穴熊なんですけども、まあ、振り飛車がね、先手番の時に特に有効というふうに私は考えていますので、振り飛車先手番の場合でね、ちょっと見ていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、ささっとね、並べていきますけども、端の出しに対して受けないのが穴熊ですね。まあ、とりあえず早く角を追うという形になります。で、居飛車側は4四角で、まあ、ミレニアムを見せてきてという形ですね。まあ、まだ、地下鉄飛車のね、展開もありますので、まあ、その辺は気をつけながら駒組みをしていきましょう。2二銀に対して3六歩と突いていくのが、まず今回の作戦のね、ポイントになる点になりますね。相手の系統に狙いをつけに行く点になります。素直に固め合うと作戦負けになることが多いので、振り飛車穴熊はいろいろね、工夫をしながら戦うという形になりますね。で、ここでですね、7四歩と突いて、まあ、ミレニアムにするか、どうするかをちょっと見せながら、格闘攻めをね、見せながら戦う方法と、まあ、3一金と、まあ、ミレニアムを見せて固めていく方法と、ありますので、それぞれ見ていこうと思います。まずは7四歩の展開から。ここに対して5六歩と突いてきまして、2一玉に5八金、左というふうに上がっていきます。で、3一金に5七金と、どんどんね、金を繰り出していく作戦でいきます。で、振り飛車が先手番なのは、やはりね、穴熊に囲う一手が、やっぱり早いと。例えば、先手番のおかげでこの3六歩が入っている。後手番の場合、この3六歩がつけていないので、相手に余計一手ね、固めさせてしまうというところもあって、まあ、戦後の差が結構大きいというふうに私は考えていますので、まあ、先手番でね、まあ、やる方がいいんじゃないかなということで、ご紹介させてもらっております。以下、まあ、5三銀と固めてくる手には、4六金と上がって、金をね、攻めに使っていきます。以下、4二銀、3五歩というふうに形で先行していくのが狙いになりますね。まあ、同歩と取るぐらいですけど、3八飛車と回っておきまして、以下ね、角頭攻めが非常に受けにくいと。5三角と引いてかわしていっても5五歩がぴったりで、8六歩だったら5四歩、6四角には6五歩みたいな感じでどん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 攻めていきますので、これは居飛車がね、指しやすいですね。で、美濃囲いと違って玉が1九にいて2八に銀もいるので、このね、3筋で戦いになってもこうね、反動が小さいっていうのが穴熊のになります。ですので7四歩からついていくのはミリゲームを目指した場合ね、振り飛車側から先行されるリスクがあるので、これはちょっとやや損と言えます。ですので戻りまして、3一金と固めていく路線の方を見ていこうと思います。これにもやはり5六歩とついてきまして、2一玉に5八金左と上がっていきます。5七金から4六金を見せていくのが、やはりね、狙いになります。以下5三銀、5七金、4二銀に4六金と進めていくんですけど、まあ、7四歩が入ってるかどうかって違いはあるんですけど、例えば5一金と指す手に3八飛車と回っていきますと、5三角と引かれた時に5五歩に同歩、6五歩と指しても8六歩と突かれて5五角とね、出た手が飛車取りにならないんですね。これが7四歩とついてない効果になります。まあ、7四歩突かないと7三桂と使えないっていうデメリットはあるんですけど、こういう叩き合いになった時に、7三の歩がね、飛車を守っていると考えれば、まあ、つかない方が得という考え方ですね。で、それに戻って、まあ、3八飛車から先行していくのは、まあ、少し損なので、おとなしくね、3九金と固めておきます。以下4一金に、5八飛車と揺さぶっていきます。これ3二金と指しますと、5五歩と先行していく形になりますね。以下同歩に、同金、7一角、5三角は5四歩でね、すごい活かされちゃうので、あくまで引いておくぐらいですけど、5四歩と拠点を作って押さえておきます。以下、2号桂から端攻めしてくる手が怖い形になりますね。まあ、ミレニアムはこういう風な形で、横も硬いのに、桂馬をね、使ってきて端攻めしたりするよね。そういう戦法ですんで、これに対する対応はしっかり覚えておきましょう。これには、じっと6五歩と角道を通しておきます。端攻めをした後に、この角がね、相手玉を睨んでいって、まあ、そっちも結構危ないですけどやるんですかみたいなね。まあそういう手になりますね。以下、端攻めをしてくる手には、まあ、素直に応じておきます。1七歩には、この場合は同桂と取るのがいいでし
1六香車と走ってくる手が気になりますね。2五桂に1七歩と打たれると角のラインが効いているので足を突破されてね、危なそうに見えるんですけど、これは大丈夫ですね。計算しておいて2八金としっかり上がっておきます。馬を引く手には3七桂と桂馬を打ってね、この2五桂を守っておきます。次に1八香が非常に厳しいんですね。居飛車は歩切りなので1五馬と引いてもやはり1八香と打たれまして、馬を逃げれば4五金というような形で角のラインを通しておいて、まあ、次にね1三歩1四歩のような垂らしだったりとか5三歩なりを見せておいて、これは振り飛車が良くなりますね。なので5八飛車の局面で、まあ、3二金と固めるのは先行されてやや不利だったので、まあ、5三角と引いて8六歩からの攻めを狙っていこうと思います。これ5五歩だと同歩6五歩となった時に8六歩でさっきの展開だね、5五角と出ても飛車当たりにならないので、これはちょっと居飛車がまずいですね。ですのでちょっと利かされな感じはあるんですけど8八飛車と受けときます。以下3二金とミリニアムを完成させてきますけども、6五歩とついておきまして、以下、まあ、7四歩とね桂馬を活用してくるぐらいなんですけど、この7四歩を見てから5五歩と仕掛けに行きます。まあ、同歩に3五歩と桂頭に味をつけまして、まあ、これも同歩と取る手と桂馬跳ねる手がありますけども、桂馬跳ねる手には2六歩としっかりね、桂馬を捕まえておきます。が、1七桂成と成り捨ててくるぐらいですが、同銀と銀で取っておきます。1六歩とつく手には同銀から清算しておいて、2七銀には1八香と打っておく手がぴったりですね。で次、1二香成までの詰めろ、かつ、この1六香を受けとくと。同銀成だったら、同飛車が非常に気持ちいいですね。成り捨てた後に形を乱したということで、3五歩と手を戻しても、5八飛車と今度回りまして、5二飛車と対抗で受けてくる手には、5五角と飛び出しておきます。ここで5七歩は油断ならない手で、同飛車と取りますと、4四角と出られて、同角だったら、5七飛車成。という形にされてしまって、これはあの形が乱れている振り飛車がちょっと戦いづらい形になりますので、注意が必要ですね。5七歩には3八飛車と逃げておきましょう。以下4四角に同角同歩として、2七角と打つのが面白い手ですね。相手から2七角と打たれると危なかったり、1六歩から清算してね、2七銀と打たれると、今度飛車当たりになっちゃうので、ちょっと危ないですから、まあ、それを全て防いでおく手ですね。6三角成と馬を作れれば、まあ、飛車をいじめる展開にもなってくるので、これは振り飛車が良しですね。さて3五歩とついた局面に戻ります。こちら桂跳ねはすぐにはうまくいかなかったので、まあ、同歩とおとなしく取っておきます。これにもやはり5八飛車と回っていきます。で5二飛車が同じようなやっぱり受け方なんですけど、はい、戻りまして3五歩のところで桂跳ねはねうまくいかなかったので、同歩とおとなしくを取っておきます。こうすることで3、4の下に空間ができたので、まあ、将来歩とかね、桂馬とか香車とか打たれた時に、ミディアム玉にね、響いてくる形になります。5八飛車と回っておきまして、5二飛車に、今度は5五飛車と出ていきます。ここで5五角と出ますと、単に4四角と上がれた時に、同角、飛車成りの時に、桂馬が跳ねている形だと、2二角成と、相手のね、守り駒の銀を取って、まずまず戦えるんですけど、この場合、桂馬が邪魔なので、同銀と取らざるを得ないんですけど、4四歩と角を取られまして、この形は、ミリニアムもガチガチに硬くて、振り飛車穴熊はちょっと4六の銀が中途半端だし、5八の銀も浮いてますよね。これはさすがにちょっと勝てない状況になりますので、このさばき合いは非常にまずいですね。ですので、5五飛車と、飛車で取りに行きます。角がどけば、5二飛車成と飛車を取られておりますね。でここで5一歩が癖者の手で玉をね底歩のようにして固めながら5二の飛車に紐をつけるという手ですね。ほっとくと次に4四角から決戦されてしまってまずいので5八飛車と引き上げておきます。4四角となおも交換を迫ってくる手には5五歩と誤っておいて一旦飛車角交換を避けておきます。交換した方をね、打つようでもったいないように見えるんですけど、
相手も5一に歩を打ってるので硬いんですけど、これ以上ね5筋で何か攻める手を作ることは難しいのでバランスは取れているんですね。が7三桂に5六銀と活用しておきまして、ここで次に9五角とね揺さぶってくる手があるので、例えば2五桂と跳ねる手も一旦2六歩で桂馬を殺されて次は続かないですし、2四歩と次に2三銀と上がってね桂頭をカバーしてくる手にも9五角と飛び出す手が少し気持ち悪いですね。以下7二飛車には6八角というふうに活用していって、次に3五金を狙うような手があります。この時に7二の飛車がねちょっと中途半端な位置になっているのがポイントですね。こんな風な揺さぶりがあるので、まあ、9四歩と受けておくのが無難かなというふうに思います。3八飛車と回って3筋を狙いに行きます。ミレニアムはねこの3筋桂頭が急所ですからを攻めていきます。まあ、直接攻められるぐらいだったらということで端攻めをして桂馬をね活用してくるぐらいですけど、ここで6六角とふわっと置いておきます。8四角からの揺さぶりを見せつつ、将来ね6五桂と跳ねられた時に角当たりになるのをねあらかじめ避けているという早逃げの手でもありますね。ただ1七歩には注意が必要で、同桂と取りますと同桂なり同香に5四桂と打たれてしまって、これ取れば角がただなので、これは6六角は悪手になってしまうので1七歩に同桂とは取れません。同香と取っておきます。以下同桂なりに同銀と取りまして、1三香と2段ロケットにして攻めてくる手には2八金と上がって足を補強しておきましょう。3六歩と切らしてきます。この手怖い手で、同飛車と取りますと1七角成同金に2五銀とされて端にどんどん攻められちゃうので、これは結構危ないですね。横の位置が非常に端攻めに対して弱い位置なので、まだミレニアム硬いですから、これは気をつけないといけない筋です。これで同金と取っておきまして、今度5筋が薄くなったので6四歩というふうに攻めていきます。まあ、同歩と取れば6二飛車とさばいてくるので、これはちょっと振り飛車少しもったいない展開なので、この6四歩に手抜きをして2六金と寄っておきます。まあ、1七角成の手を防ぎつつ、まあ、端を補強して、まあ、飛車先を通せでね、まあ、少し変わった形ですけど、まあ、これはこれでバランスが取れているという形になりますね。ただ6桂とゲーマーをさばいてくる手に2五桂と打っておきます。次に3三歩と打たれると結構嫌な攻めが続くので、飛車側から3三歩と打って固くしておくぐらいですけど、足のね香車を取りまして、でここで手が広いんですけど5九香と打つ手が面白い手ですね。なんかよくわからない手に見えると思うんですけど、次に4五銀と銀を活用して5四歩とね伸ばしていけば角道が通って、まあ、攻めがつながるという発想ですね。5七に歩でも打てれば一旦止まるんですけど、残念ながら5一に歩がいるので、でしかもね歩切れなので、これはちょっと居飛車止めようがなくて大変な形勢ですね。以下8六歩とついて、同歩だったら8二飛車とね回って、まあ、これは居飛車も十分やれそうですけど、この8六にはもう手抜きをして4五銀と出ていって、まあ、この局面は振り飛車が指しやすい局面と言えるでしょう。というわけで、先手番の振り飛車穴熊であれば、ミレニアム大使もね、系統攻めを絡めつつ、で、相手がね、端攻めをしてきたら、それを逆用するという戦い方ができますので、ぜひともね、試してみていただきたいと思います。というわけでね、ミレニアム対策講座は以上となるんですけども、先手番であれば、先手の利を生かしてね、早く穴熊に囲って、系統攻めをするというのでね、十分にミレニアム対しても戦えますので、皆さんにはね、ぜひこれを勉強していただいて、試していただきたいなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ぜひとも高評価ボタンと、まだの方はチャンネル登録していただけますと、大変嬉しいです。というわけで、打ちまくり。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。